はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山のガチャ実況を始めていきたいと思います。まず前回の鬼丸国沢さんを狙ってのガチャ動画を見ていただいた方、そしてコメントをくださった方々、誠にありがとうございます。動画を撮ってから編集している間もですね、まあずーっとへこんでたんですけど、視聴してくれる方がいて、コメントで優しい言葉をかけてくれた方がいたことで立ち直ることができました。まあそんな状況なのに関わらず、なぜガチャ実況を撮ってるのってツッコミが入りそうですけど、今回はですね、チャンネル登録者数がですね、あの後増えてですね、嬉しかったことでのお祝いと、あと誠シリーズのキャラ一体も持ってなかったので聞きたかったこと、あとは一つ言いたいことがあったのでガチャ動画を撮ることにさせていただきました。言いたいことなんですけど、私自分の動画をこう見返してみて思ったんですけど、自分のアカウントで弾いてる動画がですね、両方とも転調してるんですよね。それで私の動画を見てる人は、もう石が溜まったらどんどんガチャ引いていいんだなって思っちゃう方いるんじゃないかなって思ったので、そういった方に、申し訳ないなって思って、だったらちょっと一回ちょっと説明しておいた方がいいかなって思いまして、個人的な見解で申し訳ないんですが、無課金から美課金の方向けのガチャとの賢い付き合い方についてお話ししていきたいなと思っております。興味がない方や、もう何ヶ月何年もやってる方、重課金の方は飛ばしていただいて結構です。ガチャの時間のリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらの方押していただいて飛んでいただければと思います。まずガチャを引くにはですね、当たり前なんですけど石といったものが必要です。無償石、有償石と言われるものですね。無償石がこのゲームで言うと起用石っていう名前のものです。有償石が金貨です。で、無課金から美課金の方は基本的にこの起用石、無償石の方を使うと思うんですけど、このガチャ石の貯め方から説明していきたいと思います。手に入れる方法ですが、主にログインボーナスや各ミッション報酬、ノーマルクエストやイベントクエストのクエスト報酬があります。基本的にノーマルクエストはですね、普段は行動力っていう必要なスタミナ数が大きいので後回しでいいと思います。ただ他のログインすること、デイリーミッションをこなすこと、イベントのクエスト報酬、ミッション報酬ですかね、そういったものはですね、全部回収する必要があるかなと思います。初心者の方でもですね、これらはできると私は思ってます。私自身もですね、始めたばかりの頃でもこの3つは必ずこなすことができていましたので、無理ではないかなと思っております。これらをすべてこなすとですね、無償石だけで月に数十連引くことができますので、まあかなりガチャを引くことができるかなと思います。ただこれでまた溜まったら、じゃあそのままガチャ引きましょうっていうのはやっぱりよろしくないかなと思います。あとはですね、本当に欲しいキャラが来るまでひたすら貯めること。それがとても重要だと思っています。このゲームですが、天井がありまして、常設が100連、絢爛祭以外の特別バージョンは200連、絢爛祭、特別絢爛祭、裏絢爛祭は、私の動画を見てくれた方は知っての通り300連といった天井があります。そういった天井分を貯めてから引くのが、まあ賢い、使い方かなって思うんですが、ただ欲しいキャラがですね、来た時点でその天井分溜まっているかっていうと、そうじゃないこともあるんですよね。やっぱりそういった場合はですね、もう今回は諦めて次の機会を待つっていうのが、もう無課金の方の前提かなと思います。で、もし少しでも課金していいよっていうのであれば、足りない分は課金して引くっていう覚悟を持って、引くこともいいかなとは思います。一番よろしくないのがですね、天井分溜まってなくて、かつ課金する気もないっていう方が、それでもガチャを引くっていうのはあんまりおすすめできません。そういう場合はですね、まあ、それで引けなかったとしても、もうすっぱり諦めるっていう覚悟が本当に必要かなって思います。まあ、そのまま、本当にゲーム自体やすっぱりやめちゃう方も多いと、これは思うんですけどね。まあ、私の場合は諦め悪いので、最後まで天井しちゃうんですけど。はい。でですね、最後にもう一つ伝えておきたいことですが、最後に課金するタイミングですね。このゲームですね、月ごとに極み付魂ですかね、1800円ぐらいの方に、極み付魂って言って幻突のアイテムがつくんですけど、まあそれは買ってもいいのかなっていうふうには思いますが、まあそれは
ある程度ゲームをしている方は必要なくなってくるものなので、初心者の方で気にしてもいいよって方は買ってもいいのかなとは思っています。あとはですね、今回のようにですね、ステップアップの数が少ない数で、最後の招集書がもらえるようなステップアップは引いてもいいかなと思います。今回の場合1万円弱で特別バージョンが必ずもらえます。普段だったら特別バージョンは200連の天井をしないとほとんど手に入らないです。200連っていうとだいたい6万ぐらいですからね、普通に課金だけで進めると。それがだいたい8000円で手に入るって考えると、まあ、かなりお得だと思います。はい、以上ですね。まあ、まとめなんですが、まずは必ず毎日ログインしてデイリーボーナスをこなし、期間限定のイベントクエストをこなすこと、時間や行動力に余裕があればノーマルクエストを進めること、あとは2番目にやたらめったらガチャは引かずに貯めること、欲しいキャラが来たら引くこと、できれば天井分溜まっている状態で、3つ目にステップアップガチャは課金してもいいという美課金の方は、欲しいキャラがいるようであれば引いてもいいと思います。もちろん欲しくなければ引かなくてもいいです、といった感じですかね。はい、それでは長くなりましたが、今回のガチャに移っていきたいと思います。まずですね、ちょっと今の状態だと金貨足りないので金貨補充してきます。それでは一旦失礼します。右上をご覧ください。金貨が8940あります。ステップアップはですね、8400あると最後までガチャを引くことができます。ステップの詳細を見てみましょう。こんな感じになってます。1200、1800、2400、3000ですね。途中でこの中のキャラの1体が出る可能性はありますが、ガチャの回数がですね、28回となってますので、まあさすがにほとんど出ないかなと思います。出たらかなり運がいい方かなっていうふうに思ってます。私としてはですね、長曽根小鉄さんが欲しいので、まあ今回引いてくんですが、途中で長曽根小鉄さんが出た場合は他のキャラを手に入れたいと思います。まあその可能性は限りなくゼロに近いと思います。私の引きを見ている方ならわかると思います。提供割合ちょっと最後に見ていきます。提供割合です。この間のですね、特別絢爛祭よりもですね、三剣の最高レアの出る確率、装備の最高レアの出る確率少し下がってます。三剣は 4.35%、装備は 6.99%、それで、誠シリーズの出る確率が、おのおの 0.45% となってます。ひっそりと、普通の工場キャラも混ざってますが、そこは気にしないでください。はい、0.45%×3 で 1.35%。まあ、かなり低いですよね。正直出ないと思います。じゃあ、まず、引いていきましょうか、もう。ちょっと話もね、飛ばした方は、わからないかなと思うんですけど、長かったと思うので、とりあえずガチャ引いて、やっていきましょう。はい。まずステップ1ですね。はーい。こうやってキャラを手に入れていくとですね、まあ、いろんなキャラを使えて楽しいんですけど、極み開花がですね、ものすごく大変なんですよね。このゲームですね、まあ、最終的にですね、行き着くのは極み開花と言われるものでして、まあ、育成の最後の砦みたいな感じですね。はい、グロい。はい、っていう感じなんですが、はい、ステップになりました。すいません。じゃあちょっと引いてから話していきますね。6回ガチャでーす。1800です。ですね、その極み開花で必要な雫の器というアイテムがですね、まあ、手に入りにくい。そして必要数がとても多いっていうダブルパンチでして、まあかなり、ああ、なんかそういうことです。SR ですね。それがありまして、結構大変ですね、やっぱり。ああ、装備です。鉄鋼ですね。ありがとうございます。その雫の器がですね、まあ基本的にですね、イベントと、あとは共闘ですね。この二つでしか手に入らないので、でも一つ出てたのでいいと思います。鉄鋼が出てたので悪くないです。はい。8回ガチャですね。2200必要です。ステップ3です。あと2回で終わりですね。はい。でですね、まあその雫の器を手に入れるために、イベントクエストはですね、そんなに大変じゃないんですけど、共闘クエストはですね、手に入れるためにはですね、かなりの数回らなきゃいけないんですよね。まあ私自身共闘クエスト大好きなんで、
かなり回っているんですが、それでもですね、まあかなり、数が回る数が必要なので、まあやっぱり毎月毎月それを全部回収するとなると相当大変だなーって気はしてます。はい、キキンの陣羽織です。はーい、ウルトラレアの装備の中ではあんまり嬉しくないですね。はい、まあグロではないですが、グロに近い何かですね。はい、ステップ4です。最後ですね。早いですね、ほんと早いですね。しかしはーい、まあやっぱり出なそうですけどね。まあそれは仕方ないですね。はい、っていうことでですね、まあそういったこともあって、なかなかですね、その極み開花が進まないことが今私の天下ライフの中でちょっと大変というか悲しいことですね。育てたいキャラいっぱいいるんですよね。だけどですね、結局極み開花できないと、あ、またなんかそのことしたの SR が出ましたね。いても結局極み開花ができないと弱いわけじゃないんですけど、やっぱり他の極み開花しているキャラに比べると一歩劣ってしまうので、ちょっと残念だなっていうところがありますよね。はい、グロい。しかし本当にグロいですね。いやー、こう28回引いて、まあもうちょっとさすがにミスルギのレアとまでいかなくても、装備のレアの方もうちょっと出るかなと思ったんですけど、まあ装備のレアも2個しか出ませんでしたし、まあ内容としては悲惨な感じですね。はーい、じゃあ一旦交換していきましょう。こちらと交換でよろしいですか。新選組局長長曽根小鉄、隊長殿の期待には応えてやるぜ。はい、長曽根小鉄さんお迎えできました、ありがとうございます。しかしこう、最近自分でピックアップキャラを引いたことが一度もないというこの現状に対して、なんともいかんともしかんたいこう気持ちが湧き出てきますね。本当にこう最近の私の動画は、まあガチャ動画はなんですが、天下の闇を見せているような気がしてなりませんね。これはちょっとなんかガチャ引きたいって思わせるというよりも、ガチャ引きたくないなって思っちゃう方多いんじゃないかなって思いますね。まあただでさえ闇が深いので、本当にこう300連200連100連の天井分石が溜まってない方は、本当無理しないで引くのはちょっと控えた方がいいかなとは思います。はい、お疲れ様でした。もしかしたらですね、もう一回新選組復刻が次来るんですよね。確か。その時にもう一回4ステが来るかもしれないので、もしそれが来たらですね、ちょっともう一体欲しいキャラがいるので、引くかもしれません。なので、ちょっと良ければまたその動画の方を見ていただけたらなと思います。そのためにちょっとチャンネル登録してくれると嬉しいなって思いますので。よければお願いいたします。それではこれで今回のガチャ動画は終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは失礼いたします。